ナスカラス山市中心部周辺の空中写真。1974年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。ナスカラス山市は日本の市の一つ。栃木県の東部にある宇都宮市への通勤率は13.7%。人口は約3万人で。 県東部地域の政治、経済、行政の拠点都市、中川県立自然公園に位置し、中川や荒川の清流、闇沿山系に属する緑豊かな里山が織りなす、景観に恵まれている。国の重要向け民族文化財に指定されている、山上げ祭りや流門の滝、温泉など歴史文化、観光資源が豊富な地域である。2005年10月1日に、 那須郡のカラス山町と南那須町の新設合併により発足した。2011年3月11日の東日本大震災では震度6弱の揺れを観測し土砂災害などの大きな被害があった。那須カラス山市は栃木県の中東部、闇溝山地の再六、縁那丘陵の南端、中川の中流域に位置する。市域には中川支流の荒川、 江川が流れ、市内公電で、中川に合流する。旧カラス山町市街地は中川がなす、右岸下岸段宮にある。県庁所在地である、宇都宮市より北東へ30の35キロメートルほど、JR カラス山線の列車で、約50から60分の位置にあり、宇都宮都市圏に属する。アメダスナスカラス山観測所ナスカラス山市の気候は、 典型的な太平洋側気候である。海から離れた内陸部に位置するため微格差、年格差が比較的大きく内陸性気候の特徴が見られる。冬季はらっ風が吹き降水量が少なく乾燥し、12から2月の降水量は年間降水量の1割にも満たない。日内の最低気温は氷点下に達し、 特に天気が良い日の朝は放射冷却の影響を強く、受けマイナス5度以下になることもあるが、昼間は最高気温が10度前後に達し寒い日でも5度程度まで上がる。春季から夏季、秋季にかけては降水量が多く出順し、特に夏季から秋季にかけての降水量は、年間降水量の7から8割に達する。欠片の気候区分は、 気象庁カラス山観測所の過去22年間の気象観測平年値をとにすると温暖湿潤気候に区分される。以下に示すのは現在の市内速攻所である気象庁ナスカラス山観測所の2020年の各月平均値データである。2005年10月1日の新市発足から市長選挙までの間、旧カラス山町長の福田光平が市長職務執行者を務めた。 南那須庁舎関東地方では、千葉県勝浦市に次いで人口が少ない市である。歴史的に見て、栃木県東部の経済的な拠点であった。近年は交通網の整備が進み、宇都宮市や桜市などに進出している郊外型、店舗、市内の事業活動低迷により、車用の傾向にある。中川中流域の要衝としての観光資源に重きをなしている。 第一次産業が盛んである。中山かぼちゃの生産が特色。カラス山地域カラス山地区、向田地区堺井地区七号地区南那須地域、荒川地区江川地区高等学校中学校、小学校幼稚園、保育園かつて存在した学校郵便番号は321から 06XX、321から 05XX が該当する。 周廃局は市内全域がカラス山郵便局の管轄となる。郵便局市内地域がカラス山 MA の管轄となり、市外局番は0287。収容局は以下の2ビルが該当し、市内局番は以下の通り。中心となる駅、カラス山駅このほか東の交通の宇都宮東部、カラス山線。 桜市営バスが市内域に乗り入れていたが、現在は運行されていない。龍門の滝、ありがとうございます。